ローマのカピトリヌスにあったユピテル・オプティムス・マキシムス、ユーノー、ミネルーア神殿ユピテル・オプティムス、マクシムス、ユーノー、ミネルーア神殿はカピトリヌス丘陵にあった古代ローマの神殿。現在は基礎部分が一部のみ残っている。思考神、ユピテル、ユーノー、そしてミネルーアを建祭り、共和制、ローマ、およびローマ帝国において、 国家第一の格式を誇る神殿として尊重された。ローマでは、この神殿の封建念をもって、執勢官名によって、年を表す年代表が導入されたと信じられた。神殿の平面図前面に深いのとユピテル、ユーノー、ミネルワを建てつる三つの歳出を持つことがわかる。ユピテル神殿の創建については、その多くが、後の時代のローマの伝統によって脚色され、 確かなことはわからない。発掘された東辺などから、この神殿が建設されるよりも前から、カピトリヌスには小規模な神殿が存在していたことが分かっている。ティトゥス・リウィウスによれば、カピトリヌスの丘に神殿を建設する計画は、ルキウス・タルクイニウス・プリスクスの時代に構想され、サビニ人との戦争の後に基礎工事が行われた。しかし、本格的な工事は、 ルキウスタルクイニウススペルブスによって行われ、ユピテル人の座所とするために、当時すでに存在していた少子は、鳥占いによって、テルミヌス神のもの以外は撤去された。神殿の建築には、エトルリア各地から職人が呼び寄せられ、テラコッタ装飾は、ウェイーの彫刻かウールかによって作成されたとされる。周囲から発掘された陶片により、紀元前六世紀末から芸術活動は、 ウェイに極めて強い影響を受けるようになったことが知られており、ウェイの職人がこの神殿の建築において重要な役割を担ったことは考古学的にも裏付けられる。神殿の建築は市民もその労液に服したため、彼の知性に神殿はそのほとんどが完成することになったが、その基礎工事だけでギ銀四万リトラが費やされたといい、スペルブスの追放後、神殿は失政官。 マルクス・ホラティウス・プル・ウィルスによって奉検された。ローマでは、その日付は、紀元前五百九年九月十三日と、信じられている。共和制末期の紀元前八十三年七月六日、神殿は、民衆派と罰族派の抗争の最中に全焼した。騒乱の後に独裁官として、ローマの実権を握ったルキウス・コルネリウス・スラーは、直ちに神殿の再建を支持し、その際、 工事が停止していた、アテナイのオリンピエオンから輸送された石材を、神殿の柱として使用したことが知られている。しかし、この神殿もウェスパシアヌスの武装放棄に際し、ビッテリウス帝によって、ウェスパシアヌスの兄であるフラウウウス・サビヌスと共に、焼き払われた。ウェスパシアヌスは、行位につくと、神殿の再建を指示したが、これも80年の死街火災によって、再び炎上した。 その後、ドミティアヌス帝によって神殿はアサイド構築され、その後400年間以上、完全な状態で保持され続けたと考えられる。しかし、5世紀以降の神殿の記録はなく、ガイセリックの侵略時、あるいはゴート戦争時に、神殿は消失し、そのまま放棄されたようである。美術館内にある基礎構造1919 19年に発見された下部構造から、 神殿の基段の大きさは62メートル53メートルであることがわかっている。神殿の構成は、円柱の直径を基本単位としており、円柱形1に対し、正面寸法21、奥行き寸法24、中央内陣5、両側の内陣4、内陣の奥行き12などとなっている。の木は深く、中央にユピテル、その両側にユーノー、 ミネルーアのための専用の内人が存在する。その構成は、エトルリア建築に由来するが、同時代のものとしては、エトルリア全域を含めた、中部イタリアにおいて、知られている限り最も大きい。最初の神殿には、彩色と多くのテラコッタ装飾が施され、その頂には、ウェイの職人、ウールカによるとされる、クアドリガオカルユピテル心臓があった。この心臓は、 後の火災などによって失われたが、そのモティーフは再建されても維持され続けた。ドミティアヌスが再建した神殿は、正度製の屋根瓦に金箔を施し、これだけで少なくとも一万二千タラントンの黄金を使用したと伝えられている。扉にも金箔が施され、神像は造下と黄金で作られた。屋根の上には、マルス人とエヌス神、そして両端には、 クアドリガを操る神の像が配置されていた。ペデメントには玉座のユピテルをユーノーとミネルーアが囲み、その脚下に翼を広げるワシの像が配置され、これらをクアドリガで太陽と月を運ぶ神が囲んでいた。ありがとうございます。